ますか？聞こえますか？来ましたか？どうですか？聞こえてますか？聞こえてるんですか？あ、よかったですよ。なんでどこへループしてたんですか？また一人で喋ってましたよ。もう本当言ってくださいよ。ありがとうございますよ。あー、すいません。いや、私も速度制限なんで、もうモバイルデータにほんと変えられないんですよ、もうこれ以上は。はい、もう出ました。本当にもうすいませんね、失礼しました。はあ、一番緊張しないメンバーからもう聞こえてなかったんですか？え、ゲンです、ありがとうございます。ですか？めっちゃ一人で喋ってるじゃないですか。めちゃめちゃ一人で喋ってましたけど。受けて。受けて。ああ、聞こえてましたか、よかったですよ。こんばんは。あ、覚えてないですね。止まったかも。そんなわけ。皆さんちょっと優しすぎますよ。6回がループ。あー、ループ6回分の私のトークテーマ。さよ。いやー、もうないっす。もう見逃し配信なしです。覚えてないんで。いや、私がなんかめっちゃなんか壮絶な環境だと思われちゃってますけど、全然環境整ってますね、 Wi-Fi 以外は。土曜日お話し会楽しみ、ありがとうございます。お話しできる楽しみにしてますよ。あと一番緊張しないメンバー、本当は聞こえなかったんですか？美月が緊張してなさそうっていう話でした。何が美味しかった？もうほんと全部美味しいですよ。ほんとに全部美味しいですよ。頑張ってください。応援してますよ。ほんとに偉いですよ。あら、ありがとうございます。
ましたね。それ取れちゃった。大地さんありがとうございます。あら、ありがとうございます。そうなんですよ、あさってもですねショーも配信がありますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。落ちたことがありますよ。マーク好きなメニュー、ファングレ、プチパン、チーダブルチーズバーガー、ポテト、チャカチキ、あとはなんかクッキー&クリームパイ、美味しかったですね。ありがとうございます。わかる。いや、埼玉です。あ、そうなんですよ。ラジオアイニーズさんにね出演させていただきますので。あゆみんとよろしくお願いします。え、あれ今日は火曜日ですか。火曜日、時の流れがバグってました。グググググわー、そうなんですよ、ぜひよろしくお願いします。みつきに私が踊ってる変な動画あげたんですけど、なんかもう葵の配信見に行っていいですか。私が踊ってるやつあげたんです、曲に合わせて。ありがとうございます。あ、そうで返しましたよ。いやでもそれでストップしてます。あげて返答なしです、昨日の夜中。まあでもなんか結構自信作です。クラキャッシュの手やりめ。だからなんかイヤホンとか見つかったらちょっと検討です。そうそうそう、あの変な踊ってる動画は大体みつきにあげます。そうなんか、そうそうそう、なんかこの間からなんか配信やってる時に、なんかなんだっけ、さあ出てみてありがとうございます。なんだっけ、なんだっけ、
なんだっけ、なんだっけ、こんな、なんだっけって言えば言うほど分かんなくなってきました。ちょっと一回、こういう時は皆様が何のコメントをしてくださっていたか。あ、そう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 でした。あのなんかお絵かき配信をやろ、またやろうかなと思ってるので、なんかちょっとボケてるのかなとか。確かに。そう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 、あのイラスト配信やろうかなと思ってるので、あのやります、今度。そうそう。私絵めっちゃうまいんで、よろしくお願いします。あら、楽しみなんですか。すごいですね。質問コーナーいいです。じゃあ質問コーナーやりますか。え、そうですよ、萌歌本当に。なので皆さん本当にたくさん萌歌を見て受けてください。萌歌ね、素敵な思い出を作っていきたいです。じゃあもうちょっとしたらランキング読もうと思います。メンバーの絵描いてほしい。いや、そのメンバーの絵を描いたらなんか私なんか下手ピアノでもうすごいことになっちゃいそうな気がするんですよ。そうね、でもね、特別公演をやることができて本当に嬉しかったですね。ティッシュ頑張ってください。応援してますよ。あら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 、エルルさんありがとうございます。そうですよ。あ、ありがとうございますね。嬉しいですよ。ありがとうございます。あら、ありがとうございます。そうそう、ランキングを増していただこうかなと思いますね。よろしくお願いします。ありがとうございます。来てくださって本当にありがとうございます。じゃあそうそう、ランキングを増していただきます。嬉しいですよ、ありがとうございます。もうかな、はい。では10歳の方から。10歳高橋聖太さん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位ひでみさん、ありがとうございます。11位たくまさん、ありがとうございます。10位まきちんさん、ありがとうございます。9位さらさん、ありがとうございます。8位だいちさん、ありがとうございます。7位ゆなさん、ありがとうございます。6位ガミックさん、ありがとうございます。5位りまちゃんさん、ありがとうございます。4位そうまさん、ありがとうございます。3位やんやんさん、ありがとうございます。2位カプリコンさん、ありがとうございます。そして1位はあんりさん、ありがとうございます。今呼びできなかった方も見てくださってありがとうございました。ありがとうございます。そしてですね、ついに明日はですね、1周年配信を7時から YouTube でやらせていただくことになっております。萌歌もですね、明日が本当に最後の一日になってしまったんですけど、まあね、萌歌
のね最後の一日を皆様と一緒に過ごすことができて本当に嬉しいなと思っているので、ぜひぜひよろしければ見てくださると嬉しいなと思います。よろしくお願いしますね。そうで、ありがたいことにですね、30日もですね、ショールームさんの方で配信をさせていただけることになっておりますので、そちらの方も何卒よろしくお願いいたします。ではどうぞおいとまさせていただこうと思います。本日もありがとうございました。明日よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。